えー、冒険家の皆さん、こんにちは。えー、このビデオでは、Twitter、えー、を通して日本語を勉強するという、そういう新しい、えー、国際交流基金ニューデリーのブラッシュアップコースについて説明します。えー、このコースは、えー、南インドに住んでいる日本語の先生を対象にしています。えー、まず、皆さんの中にこんな人はいませんか日本語の辞書も教科書もある。 でも日本語で話す相手がいない。えー、そして日本語を使う場所もない、えー。こんな先生にはですね、このツイッターがとてもいいです。どうしてかというと、ツイッターには日本語の先生がたくさんいるからです。えー、それから、日本語の先生のためのオンラインのイベントがこのツイッターの、えー、上でたくさんあります。そして最後に、 1一つ設定を変えるだけで、毎日日本に留学しているみたいにですね、えー、日本の新しい情報、リアルな生の情報をどんどん受け取ることができるようになります。それもテレビとか、えー、インターネットの情報ではなくて、一人一人の日本人が書いている情報、そういうものがどんどん飛び込んでくるようになるんですね。えー、ちなみに私はですね、 えっとこの辺に書いてあると思いますが、えー、っと5000人ぐらいのフォロワーがいます。でこれはですね、えー、実はあの、ツイッターで日本語を教えている先生に比べると、それほど多いわけではありません。ですけど、えー、っと僕のフォロワーの皆さんは日本語の、日本語を勉強している人じゃなくて、日本語の先生なんですね。なので、日本語の先生向けの、えー、アカウントとしては、かなり多い方ではないかと思っています。 じゃあ具体的に何をやるかを、えーあのー、ご説明しますね。第1週は7月7日からなんですけど、最初はなぜツイッターで日本語を勉強するか。これについて僕が、えー、話をします。この週は別に皆さんは特に何かを、えー、するというわけではないです。はいえー、第2週には、いよいよツイッターのアカウントを開いてもらいます。それから、えー、このツイッターにはトレンドというのがあるんですけど、 このトレンドの地域を日本に設定するんですね。そうすると、誰もフォローしていなくても、えー、日本の情報がですねどんどん入ってくるようになります。さっきですね、毎日が留学みたいというふうに、えー、言いましたけど、このトレンドの設定をその地域にあの設定すると、えー、本当にそういう毎日日本に留学しているような、そういう感じになります。実はですね、えー、僕も今あの トレンドの地域をインドにしてるんですけど、そうするとインドの,あのすごいリアルで生の、えー、情報がですね、たくさん入ってくるので、本当に今、えー、日本の田舎に住んでいますけど、もあのインドにです、ね、留学しているようなそういう感じがしています。素晴らしいですね、これね、はいえー。第3週になったらいよいよ日本語教師をフォローする、そういう練習をしてみましょう。これは7月21日ですね。でまず、えー フォローしたら、えー、なんとかさん、はじめまして、フォローさせていただきました、よろしくお願いしますとか、そういう挨拶をする、えー、そういう体験もしてもらいますし、それから、そのうちの何人かは、えー、フォローバックって言いますけど、えーそのフォローし、こちらがフォローした相手がこちらをフォローしてくれる、それをフォローバックって言いますね。で、それに対してフォローバックしてくださって、ありがとうございましたというふうに、えー それうううにお礼を言う練習。そういうのもこの週に体験してもらうと思っています。えー、っと、であの、このコースが終了までに少なくとも100人は、えー、フォローして、そのうち30人ぐらいからはフォローバックされることを目標に目指したいと思います。えー、っとですね。はい。ですけど、これは少なくとも100人ですから、えー、多い人はもう1000人でも2000人でも、えー、フォローしていいです。ぜひたくさんの人をフォローしてください。 第4週はですね、えー、ツイッターの音声配信でスペースというのがあります。これはあの声だけで、ラジオのようにあの声だけで、えー、配信する、情報発信するというそういうものです。ラジオみたいな感じですね。えー、で、えー、この7月28日の週は、えー、まず僕がですね、えー、ホストして、えー、それで、えー、そのスペースに えー、参加者の皆さんをゲストとして招待して、えー、いろいろお話を聞くようなことをこの週にたくさんやりたいと思います、えー、ですけど、えー、僕がホストするスペースに参加するだけではなくてこのコースが終わるまでに一度は自分でもこの音声配信のスペースをやってみてくださいはい第5週にはですね、えー、日本語教師映画パーティーがあります えー、これ毎週水曜日なんですねです。8月4日は水曜日なんですけど、ですけどあのこの週の土曜日に日本語教師映画パーティーという,いうイベントがツイッターであります。これはですね、えー、日本語教師の皆さんがつあの、この映画を見たいという提案を、えー、お互いに出して、そしてお互いに投票して、どの映画を見るかを決めます。えー、でそしてその週末の土曜日の、えー、と、 インド時間で午後5時半ですね。えー、その時間から一緒に、一斉に映画を見るという、一つの同じ映画を見て、そしてこのハッシュタグで、ツイッターの、Twitter、にあの感想を書いたり、えー、コメントしたりっていう、そういうことをやる、えー、イベントです。これ、とっても楽しいですから、ぜひ皆さんも参加してください。えー、第6週にはですね、日本語教師ウェビナーの えー、紹介をしたいいと思いますでこれ8月11日なんですけど、この週はですね、キャッセル J というイベントがあります。まあ別にこれじゃなくてもいいんですけど、えー、このオンラインセミナーのことをウェビナーって言いますね。この日本語教師ウェビナーの、えー、日本語教育ウェビナーの、えー、中から一つのイベントを選んで、一つの、えー、セミナーを選んで、その公式ハッシュタグで、えー、質問したり、あるいは えとコメントを書いたりですね、そういうのを、えー、やってみてください。えー、これ、セミナーですから、とても勉強になる、そういう、えー、イベントですね、えー。そういうイベントにツイッターで、えー、参加者同士でコミュニケーションをするという、それがあの日本語教育ウェビナーのハッシュタグです。はい、次は第7週です。第7週は8月18日なんですけど、この週の、えー、土曜日には、日本語教師チャットがあります。 えこれはインド時間の午後5時半からですね、えー、あのあるんですけど、これはあのこれもですねあのー、さっきの映画パーティーと同じように、えー、お互いにそのトピックを提案し合って、そして投票し合って、1つのトピックを決めます。そしてこの時間から1時間でみんながいろんな意見交換をするんですね。これが日本語教師チャットっていうイベントです。はいで えこれにあの皆さんもぜひえ参加してもらえるように、その説明とか準備もしていきたいと思います。はい、第8週は Zoom で鼻金ですね。まあ、これは Zoom ですから、Twitter ではないんです。ですけど、もう実はその第8週ですから、これまでに Twitter で友達になった日本人がたくさんいると思います。であのこのので花っていうのは日本語教師が ズームに毎週金曜日に集まる、そういうイベントなので、えー、もう皆さんが友達になった人がですね、えー、このズームであの実際に会うことができると思います。ですので、それまではツイッターですから、基本的には文字だけの付き合いだったと思うんですよ。そ,えー、それをですね、えー、この,あのズームで実際に顔も見て、リアルタイムで言葉を交わして、えー、ただの知り合いから友達になれるように。 そういういいいいにしててもらいたいと思っています、はい、第9週は、日本語教師ブッククラブですね。はいえー、これもですね、えー、毎月あのみんなで同じ本を読む企画なんですね。でこれはあのあの時間が決まってないんです。9月中だったら9月1日から30日までいつでもいいんですけど、この日本語教師ブッククラブっていうハッシュタグをつけて、それで、 同じ本についてその感想を、えー、書いたりするんですね。えー、っと、これただ、あの、えー、っと、時々難しい本が出てきちゃうと、あの、ちょっとですね、えー、日本語の母語話者ではない人には難しいことがあるかもしれません。えー、なるべくこの9月には、えー、あまり難しくない本が選ばれるようにしたいと思いますね。はい。えー、まあ、そうなってくれるといいですよね。あ、それでもしですね、ごめんなさい。 もしあの難しすぎる本とか、あるいはインドで手に入らない本になってしまった場合は、あの皆さんがこのハッシュタグで書いていることに対してあのコメントしたり、あるいは質問したり、そういうことは少なくともできると思います。はい、次は第10週です。第10週は授業としてはこの10週が最後になります。えー、ですので、えー、お気に入りのハッシュタグをみんなで共有する、そういう日にしたいと思います。 これは日本語教育とは関係ないハッシュタグでもいいです。アニメでもいいし、えー、別に音楽とか政治とか、あるいはインドに関する、えー、ハッシュタグとかでもいいですよね。で、こういうお気に入りのハッシュタグをたくさんブックマークして、それでなるべくですね、皆さんがツイッターの、あのツイッターから、えー、出ないように、ツイッターでたくさんの日本人といつもあの毎日たくさんコミュニケーションできるように、 そういう環境が作れるように、えー、こういうお気に入りのハッシュタグを皆さんで共有するようにしてもらいたいと思います。えー、第11週、これが最後の日になります。これは実際には授業ではなくて、振り返りになります。振り返りといってもですね、えー、も,うもう10週間以上ツイッター使っていますから、多分いろんな友達ができたと思います。そういう友達を Zoom に招待して、 えー、でこのコースで学んだことを皆さん一人一人に発表してもらいたいと思っています。はいえーまあ、何人がこの,あのコースに参加するかまだ分かりませんから、一人何分ぐらい発表する時間があるかは分かりません。参加者が多いとちょっと短くなってしまいますが、えー、でもなるべくです、ねえー、最後にあのたくさんの友達を招待して、そしてえー たくさんのことを学んだというふうに発表できるようにしてほしいなと思っています。はいえー、日時はですね7月7日から9月15日まで、毎週週1回ですね、毎週水曜日のインド時間で午前10時半から11時半になります。でこの日にズームをやりますけど、それとは別に毎週イベントがね、あの日本語教師チャットとか映画パーティーとか。 えー、ブッククラブとか、まあ、ブッククラブは別に時間は決まってませんけど、えー、そういうイベントがたくさんありますから、えー、そのイベントにもぜひ参加してみてください。それから、このコースには個人面談があります。一人一人、えー、私とミーティングをするんですね。でも、あの恥ずかしいときとか、あるいはあの参加者がとても多いときは、2人で一緒でもいいです。2、はいえー、人で個人面談をしてもいいですね。 えー、時間もですね、ちょっとまだこのコースに何人参加するか分かりませんから、1人何,何分ぐらい時間が使えるかは分かりませんが、1人5分から15杯は取れると思いますで。時間は好きな時間、皆さんの好きな時間に、えー、オンライン予約システムで予約をしてほしいと思っています。えー、使うものは、これ、Slack ですね。これは JFND の、えー、いつもの Slack です。行動中心アプローチとか、えー、今までいろんなコースで、えー この s ス,スラックに参加した人はいつもと同じその Slack ですね。ただ新しいチャンネルを使いあの作りますから、えー、そこに参加してください。それからあの課題がありますね。その課題は Google クラスで共有してもらおうと思っています。そして毎週水曜日に Zoom がありますね。えー、そして、えー、個人面談の予約はカレンドリーという、こういうものを使います。ただし、カレンドリーも Zoom も別に皆さんはアカウントを作らなくても結構です。 ははいでは最後になりますけど、今はパンデミックであの、自由に日本に行ったりすることができませんよね。ですけど、このツイッターを使うと、ですね本当に日本に留学しているみたいに、ですねいろんな情報がリアルタイムでどんどん入ってきます。ですから、このコースを通して、日本に留学しているみたいに、日本人の知り合い、たちをたくさん作ってほしいと思っています。 えー、それではこのコースの紹介はこれで終わりです。そして冒険は続きます。